淡路島上陸。なんか白い魚体が見えますね。サバだ。ナイス。メバル来ました。水着にはちっちゃいし。何やってんですか。明石の明石焼き。うわ、おはようございます。おはようございます。淡路島にやってまいりました。深瀬釣りの特訓長講 in 淡路島2日目になります。はい、はい、今日は七天八町のメンバーがたくさん参戦してくれております。めっちゃ楽しい。はい、まあ後で紹介しましょう。はい、はい、でこれからいい時間みたいなんで早速やっていきましょう。まずは結果を出して、はい、後でゆっくりお話しします。はい、それでは今日も張り切ってお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ泉先生、いよいよ本番です。負けられません。絶対に負けられない戦いです。絶対に負けません。さあそれでは深瀬釣り特訓長講 in 淡路島第一投目お願いします。せーの、タイガーだー。さあ淡路島では第一投目が投入されました。フェンスがあってやりにくそうです。今日はメジナでもクロダイでもマダイでもないある怪物を狙っております。慣れないフェンスがある堤防で苦しんでおります。とりあえず鯉に行きます。鯉に餌をやってるようです。怪しいね。泉先生の浮きが怪しい動きを見せております。そして泉先生も怪しい動きを見せております。ふくらはぎピンピンです。潮がちょっとなんか沖に流れる潮になっちゃった。そうですね、この淡路島はこの潮がコロ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 変わるのが特徴らしいですよ。このまま沖に行っちゃうと、はい、かかってよくってサバですね。そうですね、あの5メーター沖にはサバがいるらしいです。さあ化け物退治はなるんでしょうか。怪しいな。海藻かこれ。ねえ、ぽいね。海藻だねこれ。ああ。おお、来た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 。ああ。コブでしたわ。コブ。
な細仕掛けっぽいのって量産もしたっけ、ね、すげえ持ち上がらんぞこれ重たいぞこれ。泉先生、はい、今何中ですか。今ね潮が変わっていい感じに釣れるまでちょっと今待機中です。潮がいい感じになるまで待機中ってことですね。そうです。はい、当たりはありましたか。いや、ついてますよ。当たりはありませんでもあの仕掛けをミキさんにちゃんと見てもらったから、はい、もう大丈夫。七点八丁のメンバーは結構かけてましたね。私もかけたいみんなかけてたよさすがですね。あれ私以外みんなかけてるしかも2階とかやばいですよ泉先生。このまま何もなく淡路島を去るわけにはいきません。ジャージさんもでしょ。でもはい、私もまだかけていません。絶対にする。はい、頑張ってください。はい、さあ泉先生ヒット。なんでこの木まさかはい、ナイスまさかのこの時期にサバはい、じゃあ次は本命お願いします。サンラインカップ覇者ハヤト選手です。狙うはコブです。続きましては我らがエンジョイジャパンのジャージさんです。おっと離脱しました。さあ続いて今日一番の本命アレン選手です。まるで武士のようなこの佇まい、見てください。女子とは思えないこの角度。こっそりさっきからずっといっぱい釣ってるイサムです。やさぐれやさぐれさあミキさんのスパルタ指導が入っております。今日は七点八丁のミキさんの指導のもと淡路島の怪物を狙っております。さあ見事釣り上げることができるんでしょうか。レンちゃんナイスうちの弟子やうちの弟子さすがです。さすが七点八丁でかい、でかい、でかい。アレンちゃんがやりましたよ。めっちゃ大きな黒鯛釣ってました。本当ですね。私も続きます。はい、お願いします。さあ泉先生にも火がつきました。神頼み徳を積んで魚を釣ります。何それ、まさかスズメダイ。淡路島で5時間粘って釣った魚です。信じらんない。ちょっと美味しそうだね、こっちのスズメダイよりなんか、はい、これは今日晩ご飯にしたいと思います。はい、いやでもかけただけすごいよ泉先生、ええとこかけとけよアレンに続こうとしたのに何このフグ。あの黒ダイの後のこれはひどすぎます。名前何やったっけ。エンジョイジャパンです。あ、ほんだ、これで完全にマウントを捉えております。ちゃんと当たり分かったよ今のな。あのこちらカエルみたいな風ですね、こいつね。じゃあ泉先生次は本命お願いします。はい、めちゃくちゃ流れが速いです。今 3B の浮きから1号の浮きに変えました。
泉先生、はい、残り時間わずかになってまいりました。疲れてきましただいぶ疲労溜まってますね、うん、もう残りあと1時間ほどです。うー、絶対このまま帰るわけにいきません。うー、なんとかお願いします。2日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、海人先生。ミキさん、本当にあのコマセ G を終日やっていただいたんですけれども、淡路の難しい潮流の前に惨敗してしまいました。はい、深瀬釣りを鍛え直してもらうということで、七天八町のミキさんに深瀬釣りの特訓をしてもらったんですが、淡路に生息するというあの怪物には残念ながら出会えませんでした。きっと出し惜しみされてるのではないかと思います。はい、ただですね、一つまだ望みが残っております。実はミキさん、うん、明日坪慶師匠が淡路に上陸するんです。おい、もうついでたら一緒に来いやお前ら。また俺すんの。